皆さん、こんにちは。ただいまご紹介にあたりました川村建設の長友です。本日はこのような発表の機会を与えていただきありがとうございます。それでは大変恐縮ですが、 ICT 活用工事の事例紹介ということで、私どもが実際に ICT 施工を行いました工事についてご紹介します。こちらが本日の目次となります。それでは実際に ICT 施工を行った大分212号三方本屋場系道路金色川橋株法賦課工事についての事例をご紹介したいと思います。本工事は中津北道路工事における三方田口地区の金色川橋の株法工事でした。橋台4基と道路改良を行う工事です。 ICT 活用工事の内容としては、道路土工における掘削工が12,100立米、のり面成形が1,370平米となります。今回は土工事が変更対応での施工となったため、 ICT 活用工事の施工者希望2型としての施工となります。工事位置は田口インターチェンジより本屋場系側に3キロほど進んだ位置で、現場となる金色川の70メーター下流には温泉施設があり、工事を進める上で制約のある地域でした。次に ICT 活用工事の流れについてお話しします。事前協議から3次元高速量、3次元設計データ作成、ICT 研究による施工、3次元出来型管理、3次元データの納品、この6つのステップが ICT 活用工事の基本的な流れになります。この工事では、この6つのステップ全てを自社で行いました。それでは ICT 活用工事事例として流れに沿って一ステップずつご説明したいと思います。まず最初に行うのが事前協議です。施工者の希望2型の工事においては、 ICT 活用工事を希望する旨を協議し、具体的な ICT 活用工事の範囲を協議します。本工事では基本測量、飛行測量については、橋台区間を含む範囲で行い、施工、浮き型については、道路の高架所に限定し、協議を行いました。次に行うのが、3次元の飛行測量です。今回の工事では、施工箇所周辺に温泉施設があったので、UVA による空中写真測量ができなかったので、地上型レーザースキャナーを使用し、現状地形の測量を実施しました。左が取得された現状地形の点群データです。本現場は巨石が多く点在しており、レーザースキャナーからの視覚が多くなってしまうため、計測頻度を多くすることで、計測漏れを防止し、点群密度の確保を行いました。現場での計測回数は18回と多く、点群データの処理作業にも3日間の時間を要求しました。レーザースキャナーによる飛行測量では、0.25平米あたり1点以上の点群密度を確保する必要があり、巨石などの障害物があると、必然的に計測回数が増加します。右が計測密度の確認を行ったデータになります。水中部や計測不可能な箇所についてはデータ保管を行い、計測密度の確認を行います。
研究地形データをもとに設計図面との調査を行います。天井地形の点検データから三角モードを作成し、この三角モードから天井地形断面の抽出を行います。抽出した断面形状は設計図書に記録し、設計変更の対象となります。またレーザースキャナーによる測量作業で重要となるのが精度確認試験です。これは使用するレーザースキャナーの精度を確認するもので、利用前6ヶ月以内に精度試験を実施することと規定されています。必要とされる測定精度は利用場面によって異なりますが、基本的には標定転換距離によってトータルステーションや脈絡で実測した数値との差が20ミリ以内となっております。今回の工事では結果が誤差7ミリとなり、レーザースキャナーの精度に問題はありませんでした。天井地形のデータ取得ができたら、次に3次元設計データの作成を行います。2次元の設計図書や線形計算書、また3次元気候測量で取得した線形地形に基づき3次元設計データを作成します。現状では設計段階において3次元設計データが整備されていないので、施工業者が発注者の指示により3次元設計データの作成を行っています。設定した3次元設計データは契約図書として位置づけられ、壁型の量子判定基準や数量算式の根拠となります。そのため3次元設計データチェックシートに基づいた設計データの照射が必要となります。また最終的には発注者によるチェックシートの確認が必要となります。ここで3次元設計データに不備があると、あとの出来型管理において精度管理ができなくなるだけでなく、出来高不足や施工不良の原因となるので非常に重要な作業となります。ここまですれば ICT 建設機械による実施工に入ります。調査済みの3次元設計データを ICT 研究に入力し施工を行います。左の写真が ICT バック工による掘削塗り面成形の状況です。本工事ではマシンガイダンスバック工を使用し施工しました。また ICT 検知の精度確認として毎日の掘削作業前に ICT 検知で計測する座標値と以前の座標値が整合しているか確認を行いました。ICT 検知で施工するために必要となる事前準備としてローカライゼーションと基準局の設置があります。内容はここに書いてあるとおりです。 ICT 検知の精度を確保するためにローカライゼーションと基準局の設置は必要な作業となります。また ICT 建設機械の導入時の精度確認として ICT バック工の場合はバケットの先の精度確認が必要となります。右図にあるようにバケットの角度、位置の姿勢を変えながら7つのパターンで精度確認を実施し、平面精度と高さ精度が50ミリ以内であることを確認します。 ICT 建設機械による施工が完了したら、レーザースキャナー等により出来型管理を行います。3次元データの設計面と出来型評価の点分データの離れにより出来型の量子判定を行います。計測時の留意点が点群の計測密度です。気
高卒業時の計測密度は 0.25 平米に1点以上でしたが、域型計測時においては 0.01 平米に1点以上必要となります。これは10センチ四方のメッシュの中に1点以上の密度となります。この線群密度を確保できるようにレーザースキャナーの計測位置や回数を設定しました。最後にこれまでの3次元データを電子成果品として納品します。これが ICT 活用工事の一連の流れとなり、本工事にて実施した内容となります。その他の ICT 施工として、本工事では ICT 土工の対象外である作業土工の部分についてもICT 施工を実施しました。これは部分的な ICT 施工となるため、ICT 研究での施工を行い、他の部分については従来通りの計測方法にて完了を行いました。底掘り作業においても、ICT 施工を行うことで作業効率の向上が図れるのではないかという思いから実施しました。通常、作業土工における底掘り作業は、当針の設置数が大きなったり、作業途中の減速が多く必要であったりと、非常に手間を取る作業でした。左の写真は施工状況の写真です。ICT 施工により、当針設置をせずに施工しました。右側は底掘り作業を行うために作成したICT 検機のコントロールデータになります。活用の効果としては、底掘り作業を行う際の検測作業がなくなり、作業員が重機作業範囲に立ち入ることなく底掘り作業が完了できました。 ICT 活用工事を活用すれば、作業土工においても安全かつ効率的に作業を行うことができました。ここからは本工事で行った今後に向けた取り組みについてお話しします。今回の工事では、アイコンストラクション報酬拡大への取り組み、3次元データの活用確保するについて、現在弊社が保有するソフトや検測機器を活用し取り組みを行いました。まず、アイコンストラクションに関する報酬拡大への取り組みとして、ICT 構造物工への対応に向け、兄弟機械工を対象に、地上型レーザースキャナーによる域型評価を実施しました。この資料は、国土交通省ホームページ内の ICT 施工の対象報酬拡大に向けた取り組みに記載された内容を抜粋したものです。これを見ると、今後、構造物の域型管理等に ICT 施工を活用するとともに、取得した3次元データを活用し、維持管理分野の効率化を図ると書かれています。この資料に記載された域型管理手法を参考に、兄弟機械工の3次元域型管理を試みました。具体的な方法としては、地上型レーザースキャナーにて、表材の3次元設計データを取得し、取得した点群データから、全方の計測を行う方法と、構造物の3次元モデルと点群を比較し、面管理を行う方法で、域型管理を試行的に行い、その結果をまとめてみました。まず、点群を利用した面管理についてです。構造物の域型評価を面管理で行うため、3次元モデルを作成しました。これを域型評価用のソフトに読み込むと、ソフトウェア間の互換性により、側面部のデータに一部欠損が見られました。また、構造物の点群データの取得には、地上型レーザースキャナーを
扱い、使用し、低番組で4回、スタイルで6回の頻度で計測を行いました。低番組は、トコボリ内部からの計測ができなかったので、トコボリの路肩付近で計測を実施しましたが、レーザースキャナーの入射角が急になるので、一部点群密度が薄くなる事象が見られました。このことから構造物の3次元計測は、計測機器及び計測箇所の地形により、点群の取得率が左右されるため、観測条件に合わせ、計測機器や測定位置を選定することが重要だと分かりました。結果として、点群を利用した面管理については、本工事時点では、構造物の面管理に対応したソフトウェアがなかったので、ICP 録音と同じ要領で実施してみましたが、ドクメントなどの比較がうまくできませんでした。次に、点群を利用した断面比較として、計測した点群データから壁型断面を抽出し、設計断面と重ね合わせて、構造物の断面形状の比較を行いました。これは高速領事の断面抽出と同じ要領でできるので、現状のソフトで比較することができました。次に、点群を利用した寸法管理についてお話しします。非常型レーザースキャナーで計測した点群データをもとに、強大地対抗の出来型を計測し、従来検知で計測した値との比較をしてみました。右下の表がその結果です。点群を利用した計測では、パソコン上での点群の線を選択することとなるので、従来の計測よりも計測位置が不明瞭となる課題はありますが、その誤差は1センチ以内に収まる結果となりました。このように ICT 構造物工の力型評価については、現状のソフトや計測機器である程度実施が可能であり、ICT ロボのように施工頻度が増えることで、ソフトの開発や計測方法の平準化ができてくると思います。点群を活用した寸法検測が一般化すれば、パソコン上での出来型検測、監督検査が実施可能となります。それにより、高所での危険作業の低減など、受発注射双方に協力化が期待できると感じました。次に3次元データの活用について紹介します。統合モデルの作成と活用について。統合モデルとは、現況地形データ、歩行形状データ、構造物データなどの3次元データを一つにまとめたデータのことを言います。このデータの中で ICT 旅行を進める上で、現況地形データと旅行形状データは必ず必要なデータとなるため、既に手元にあります。これに今回工事では構造物のモデル、家族を6基となりますが、その家族を6基の構造物モデルを組み合わせ、本工事の統合モデルを作りました。この統合モデルは完成予想図、地元説明、協議資料として活用しました。左が今回地元挨拶時に配布したチラシです。モデルを Google Earth と融合することで、工事箇所が伝わり、工事の内容を説明が目で見て直感的に分かるようになりました。また、右に示す図が、今回施工途中で行った工事用道路の協議資料になります。
統合データを活用することで発注者との協議もスムーズにできました。協議した施設物の必要性や受発注者間の相互理解も深めることができます。施工ステップによる工程が見える化、統合モデルを活用し、総代確保の各施工段階について3次元の施工ステップ図を作成しました。このように仮設備や工事用車両の3次元作動部品を配置し、作業形態を表現しました。最初は3次元データに時間軸を付与することで計画工程の実現を最大の目的として作成しましたが、このステップ図を打ち合わせや安全教育に活用したり、作業上の安全注意事項を記載し、看板を作業現場に配置することで、現場の安全性向上にも活用することができました。これが打ち合わせの状況の写真です。作成した作業形態図をパソコン上で見せながら説明を行っています。このように見る位置や角度を自由自在に変えることができるので、作業員の方々への説明性が飛躍的に向上しました。またこれを見た作業員からは作業上の注意事項等の意見が出され、その意見をみんなで共有できるようになりました。上の写真が実際に現場に掲示した施工ステップ図です。作業上の安全注意事項を記載し、作業員全員に周知しました。下は施工状況の写真です。作成した施工ステップ図の通りに重機や車両、人員を配置しています。次に今後の課題についてお話しします。 ICT 活用のメリットとして、橋梁設置や建設作業の削減による作業効率の向上、見える化による相互理解の向上、安全性の向上、以上の点が今回の活用工事において強く感じた ICT 施工の良い点です。結果として本工事において工事を効率よくスムーズに無事故で完了させることができました。今後は ICT 活用工事の投資拡大の取り組みによりさらにメリットは広がっていくと思います。活用のデメリットとしては、工事着手前の作業量の増加、活用工事が偏りがちであること、費用の増加などが挙げられます。このようなデメリットは徐々に改善されてきており、現在進んでいる3次元設計データの整備によって、工事が3次元データで発注されるようになれば、内容での負担は確実に軽減されていくと思います。また今回のような ICT 新の活用の事例紹介や ICT の新の取り組みノウハウなどが共有されていけば、かかる時間や費用も軽減されると思います。私どもが感じている ICT 新の課題として、3DCADソフト間の互換性によるデータの不具合が挙げられます。今後さらに ICT 新の活用が進むにつれ解決されていくとは思いますが、現状ではソフト間におけるデータの欠如やソフトにより現場で測量に使えるデータに変換できたり、できなかったり、ソフトで使用する方法
変わってきます。今後、本格的に発注図が3次元化され、設計、施工、維持と3次元設計データを活用する中で、より良いソフトが開発されることと思います。また、ICT、SIM 技術における知識を有する人の人材不足も課題だと思います。これはできるだけ早く ICT、SIM を多く経験することでしか解決していけません。当社では ICT、SIM 活用について全ての現場で取り組み、多少苦労してでも自社で行うことが人材育成に有効的と考え、日々チャレンジしています。終わりに、今回 ICT 活用工事を行い、実際に活用のメリット、デメリットを体感することができました。また、今後の課題についても考えることができました。これからさらに拡大されていく ICT チームの活用、また2年前倒しとなった令和5年度義務SIM原則適用、急速に進んでいる建設現場の生産性革命の中で、一人一人が実際施工における活用と効果の実感を重ねて、一歩一歩ステップアップしていくことが大切だと思います。アイコンストラクションの目指す魅力ある建設現場の実現に向けて、今からチャレンジ。以上で発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。